こんにちは。あれ、なんでダイヤ装備一式つけてるんだ？今日は海底神殿のスポンジを回収しに行こうと思ってね。ほら、エルダーガーディアンを倒したとはいえ、普通のガーディアンは大量にいるからね。まあ確かにそうね。でも実はこの装備一式、前に行った時のとは違うんだ。このゴーレムトラップを作ってた時誤ってマグマダイブしてしまったんだ。まさか装備一式つけてマグマダイブするとは思ってなかったのに。そういう時に限って録画してなかったし、アイテムなくすは面白いところもないわ。ではいいから落ち着け。はぁ、はぁ、ま、しょうがないぜ。気持ちを切り替えてやっていけよな。確かにそうだね。そうよそうよ。そうそう、ちなみに今絶縁ボットはこんな感じだよ。前回の動画の終わりは、波数が4だったから11個増えたわね。よし、今回もスポンジ集めてから数えに来ようぜ。でもここから離れすぎると、トラップが機能しなくなるからね。あまり期待しない方がいいと思うよ。なるほど、わかったぜ。そんじゃ、出発。いやー、それにしてもここに来ると緊張するな。ま、パート3つ使って攻略したぐらいだからな。初めてだったからね。早速ガーディアンのビームの音が聞こえるわね。あのビーム、ダイヤ装備一式でもかなり持ってかれるから厄介なんだよね。まあ今回はスポンジ取りに行くだけだからな。そう、だからいつもの BGM のまま行こう。力のポーションと治癒のポーションはいらないの？ま、過剰な準備だからね。暗視と水中呼吸だけで十分だよ。なるほどな。そんじゃ、飲んでいこう。今回は2回分しか持ってきてないから時間との戦いだね。よし、アイグでーす。よし、僕の得意技でも使おうかな。どうせカットとか倍速でしょ。バレてたか？そんじゃ、倍速あったあった。ドアガード使った時のやつだな。そこを目印にこっちに進めば。あ、このカボチャの配置は。そう、スポンジ部屋にやってきたぞー。お、思った以上に簡単に見つかったわね。そう、前に見つけた金ブロックがあった部屋の近くだからね。すぐ見つかってよかった。逆になぜ前見つけられなかったんだ。バカだからじゃない。お前らだって忘れてたくせに余裕は。たく、回収するよ。よし、全部取れたね。そんじゃ、早速帰ろうぜ。バカモン。まさかお前スポンジ部屋がここだけしかないなんて思ってないだろうな。あ、いや、そんなわけないんだぜ。忘れてた。ふり？そう、ふりをしてたんだぜ。素直に忘れてたって言いなさいよ、見苦しいわね。なんだと？くそー。霊夢だけには言われたくないぜ。いいから謝んなさいよね。はいはい、左遷した。まあいい、全部回収するよ。よし、取れた。2部屋分あったから、かなりの数取れたんじゃない？いやー、コメント欄でも、スポンジはどうなったのかって多かったから、やっと回収できてよかった。結局全部で何個集まったの？ふっふっふ。60個だよ。そんなに集まったのか。やっぱり2部屋あったから大量ね。よし、早速使っていこうぜ。その前にかまどで焼かないとね。水含んでるからね。あ、そっか。とりあえず家に帰ろう。トンボ帰りだったわね。たまにはいいじゃん。よし、外だね。本当に近かったんだな。今は夜か。
前も戻ってきた時夜だったよな。夜に暗視ポーション使うと景色がかっこよく見えるよね。ポコニャンには残念ながらかっこいい要素は皆無だがな。この装備を見てかっこいいと思わないのか。装備だけだろ。ていうかそんなことより荒ぶりすぎだぜ。僕を怒らすと怖いぞ。あっても妖夢の方が怖いわ。逆らわない方がいいな。どうでもいいわ。あ、暗視ポーションの効果が切れそうね。あ、暗くなった。よし、帰って早速スポンジを焼こう。そういえば新しい家にはかまどを全然設置してなかったな。うん、まあ今まで住んでた家には大量にあるからね。もはや倉庫みたいな感じもするわね。よし、だいぶ焼けてきたね。そういえば水抜きに使えるって聞いたけど実際どれくらい水を吸うんだ？よし、海底神殿の水抜きの前に実験してみようか。いいねいいね。水抜きの実験、どこでやるんだ？そうだね、とりあえず湿地帯の方面に行こう。わかったぜ、楽しみね。ああ。よし出発だ。ちゃんと直せよ。農場の反対あたりに水たまりがあったよね。そこで実験しよう。ていうかいい加減この辺りにフェンスゲート作っておけよな。わざわざ農場の上から越えなくても。この方が楽でしょ。明らかに面倒くさいだろ。わかったわかった。よし、着いたね。このスポンジ60個でどれくらい吸えるのか見ものね。現実的に考えてそんなに吸えないんじゃね。ていうかこの水の流れ、何？あ、多分クリーパーが爆発して決壊したんだと思うよ。まずはここからやってみるか。ほい、おお、すごい、一瞬にして水が消えたぞ。まさかこんなに進んじゃうなんて。でもまた戻っちゃったね。そうか、配置のコツとかあるのかな。例えばそこからやるとか側面からやるとか。どうだろう、いろいろ試してみよう。っていうか周りのイカが、イカは水の中では溺れちゃうから救出するぜ。それ違うゲームだから。間違えた。ゲームばっかやってないでさっさと編集しなさいよね。痛いところ。よし、ひたすらスポンジ設置していこう。また倍速だな。はい、スポンジ60個全部使って水抜きをしてみたよ。お、さっきまでここ水辺だったのになくなってる。なるほど。これは確かに水抜きが楽になるわけだな。そう、テントを作った時の全マス土ブロックを置いていくなんていう、めんどくさいことしなくて済むね。あれのせいでかなり時間かかってたもんね。そう、あれは供養でしかなかった。でも、これで海底神殿の水抜きもできるわけだ。うん、今の建築が落ち着いたらやっていきたいね。本当にやりたいことだらけね。メモしておかないと忘れちまうんだぜ。うん、リスト作っておかないとね。ん？ちょ、エンダーマンがうなってるんだぜ。あんた目を合わせちゃったんじゃない？いや、僕は反対の方見てたし。三人称視点だからだろ。どれどれ、ちょいと調べてみますかな。あ、あそこにいるわね。エンダーマンの声はやたらと怖いんだぜ。ちょっと拡大してみてみようか。ちょ、そんなことしてると。あ、やべ、管理してたら見つかっちゃった。バカじゃないの。しかも今何も装備してないぜ。ふっふっふ、甘いなお前たち。空腹でダッシュもできないんだぜ。おいお前ふざけんなよ。いやとりあえず逃げるよね。だって剣装備する暇もないし、そもそも F1 押さないと剣を装備してるのかもわからない。死んでんじゃねえか。さて、最後に鉄が何個溜まったか見に行こう。何事もなかったかのようにしてるし、っていうかその馬は私のじゃねえか。あはは、マリサのマリンは足が速くてさ。雑な扱いすんなよ。まあいいじゃん、鉄は。最初が15個だったから。20-15で。5個しか増えてないじゃねえか。はい、計算よくできました。バカにしてんじゃねえよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。